w 六十一 s h は、シャープが日本国内向けに開発した AU ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の携帯電話である。w 六十一 s h は AU で二機種目のアクオス携帯である。すでに他社から発表されている s h 九百五 i f 及びソフトバンク九百二十 s h との大きな違いはフルワイド VGA 解像度の液晶を 搭載していないことと、ディスプレイのサイズが3.2インチではなく2.8インチと、大幅に小さくなっているところである。これは、ボーダホン 905SH を除く、アクオス形態中最小である。サブディスプレイには、ネオンと同様の LED を採用しており、これまでのアクオス形態と一線を画している。また、シンメトリーデザインを採用した W51SH とは異なり、 他社向けのアクオス形態同様直線的なデザインとなっている。W51SH の官邸的な後継機種という見方があるが、コンセプトイメージやメインディスプレイのサイズ、さらに初期の本体のカラーバリエーションなどは AU の2007年夏モデルである W52SH に近いものである。標準でプリセットされているアプリは携帯コミック、デスノートなどである。 日本語入力システムも本機種では W51SH、W52SH の携帯書印号から携帯書印6にバージョンアップされている。SH905i 同様に名刺リーダーも新たに搭載された。全モデルであるアクオス携帯 W51SH と比較して全体的にサイズが小さくなっている。また前述の通り、 他社のような3インチ以上のディスプレイかつフルワイド VGA 改造の液晶の搭載を見送っている。これは本端末のコンセプトがカジュアルジャストサイズオーセンティックモダンであり女性を中心とする幅広いユーザーの確保かつ手に馴染みやすいコンパクトなボディを追求したためとされる。そのコンパクトな仕様に適した ディスプレイサイズやクベガの解像度が他社のレンカ版に見受けられる節もある。カラーバリエーションに合わせて外箱が5種類ある。2008年11月現在、ホワイトのボディカラーが用意されている唯一の au 向けアクオス形態である。au 初のアクオス形態だった w51sh と比べると easy フェリカやオープンアプリプレイヤーなどの機能を新たに搭載した。しかし、 それと引き換えにハローメッセンジャーテレビ出力機能、FM デジタルラジオ放送受信機能やディスプレイの小型化など省かれた機能もある。なお、本機の内蔵スピーカーはセリフなどの音声を聞こえやすくする理由で、W51SH と同様ヒンジの内側に組み込まれたモノラルスピーカーを採用する。また、フェイク着信機能を au 向けの端末に導入したのはこの機種からである。 外部メモリにはマイクロ SD が利用できるが、製品仕様には SD カードの利用可能の最大容量が表記されていないこともあり SDHC は認識されない。他2008年4月25日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。初期製造ロット個体では、赤外線ポート、お知らせ、LED 付近にひびが入ったり、 天板のシルバーの部分の塗装がボロボロと剥がれ落ちることがある。落下などの衝撃を与えなくてもひびが入ることがあると報告されている。また、ひどい場合はひび割れの進行によって外装が欠け、内部が剥き出しになることもある。シャープが中国向けに販売している SH9110C は陶器種と同じデザインである。シャープ製端末としても初の搭載になる。 このほか、新 800MHz 単位 A の対応も、au 向けアクオス形態としては、初となる。開発コスト軽減を理由とした一部機能の対抗、省略は、本機種に限らず、au の他端末や他、キャリア向けの端末でも見受けられる。ザ・クラッシュ。今週のクラッシュ、auw61sh。ありがとうございます。